入浴中はい、キャンプ場に帰ってきました。はい、皆さんこんにちは、博多のおじさんソロキャンパー、パンソロご機嫌、焚き火を眺め、大雪はしゃいで絶景求め、いつやサイダーいただきます、バリウマバリウマ連呼します、こじらせ一人どこへでも、時にはバイクでキャンプも、この感動あなたに届け、こじこじちゃんちゃんこじちゃんね。はい、皆さんこんにちは。今日もいい天気ですね。今日もキャンプに向かってます。今日はキャンプ男さんとみぞチャンネルさんとコラボキャンプ第2弾楽しみ、めっちゃ楽しみなんすよね。今日行くキャンプ場は北山キャンプ場っていうね、福岡寄りの佐賀県になりますね。北山ダムっていうダムがあって、そのほとりにあるキャンプ場になります。このキャンプ場が今年いっぱいで一旦閉鎖するという話を聞きまして、それならちょっと行っとかんといかんやろうということで、今日はキャンプ男さんとみぞさんと3人でコラボキャンプということになっております。キャンプ場に行く前に寄りたいとこがあるので、そこでちょっと買い出しをしてから行きたいと思います。はい、着きました、指宿。もうオーナー平日なのに、よっしゃー、よっしゃー。はい、じゃあちょっと買っていきたいと思います。よいしょー、めっちゃ美味しそうやったはい、じゃあキャンプ場へ向かいます。北山キャンプ場到着しました。いや懐かしいな。よいしょ、着きました、着きました。着です。受付をしてきます。今受付行ったら、キャンプ男さんが代表で受付を済まされてました。こっちやな、よし、よし、うわ狭い、よっしゃどうやって入れようかな。よいしょよいしょよいしょ。あざます、あざまーす、あざまーす。あ、ちゃんとナンバーが隠してある。どうもどうも。もうなんかしっかり一人宴会してるじゃないですか。まあ、一応全部運び込んだんですけど、相変わらず荷物が多くてですね。よし。キャモさん。はいはいはい、ちょっと今日はあのプレゼントがあるんですけど。え、マジっすか、またそんな申し訳ないですね。何もらってくれますか。いや、もちろんです、もちろんです。使ってくれますか。はい、え、いいんですか、本当にわ、ありがとうございますわ、この間からちょっと嬉しい、
ありがとうございます。こうやって人を支配していくんです。今日ももう射程になるのか。ぜひ使ってください。ありがとうございます。もうあと何個かしか残ってないんで。そうなんですか、ね、ああ、うわ。ぜひ使ってください。ありがとうございます。すいません。ということで、お昼ご飯を食べます。小地さんからこの間もらったステッカーをですね、はい、水に泊まるかもしれない。あ、マジっすか、はい、どうしても欲しいって言われて、水買ってなかったんで、水尾さんの分を今日持ってきておけ、それは出しましょうか。いいっすか。どうしても欲しいって言われて。こんなめっちゃ欲しそうでしたっけ、こんなステッカーで。すいません。ありがとうございます。取られとったとは。取られたんですよ。こじチャンネル。今日の昼飯は、この前水さんが教えてくれたハロデーのかしわ飯と骨なしフライドチキン。最近食いすぎやろって自分でも思うぐらいめっちゃ食いようんすけど全然増えんのですよね。いやでもこれ健康のために絶対いいっすよ、うん、だってずっとやっぱこうキャンプをずっとするかどうか別にして、ああずっとやりたいことやれる体でいたいじゃないですか。ああ、そうですね、うん、確かに本当最近思う大事っすよね。うわっマジやん、このかしわ飯バリうまっ。いや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 いい、そんなお返しが大きすぎる。いやいやいや、もうさ、お返しが大きすぎるよ。いや、せっかくならカメラの前とか。あ、わかりました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様、遅くなりました。はい、こちらこの前すみません、あのもつ鍋いただいたんで、はい、これよかったらビール。いや、お返しが大きすぎる。あ、本当ですか。いや、このやり手2回目。すみません、ありがとうございます。いいんすか、こんな。いやいや、もうなんかこれぐらいしか思いつかなかったんで。すげえ、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。しばらくビール買わんでいいな。いやいや、まあ、8本くらいなんで。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。じゃあ、よろしくお願いします。ありがとうございます。こんな立派なものをいただきました。あ、ゆのさん、はい、じゃあちょっと今のタイミングで、はい、今いただけるんですか。よかったです。本当ですか。いや、すいません、ありがとうございます。じゃあちょっと今日早速お鍋食べるときに。本当はあのステッカーも用意してたんですけど、この前誰かから奪ったっていう話を聞いて。じゃあ使わせてもらいます。ありがとうございます。じゃあすみません、ありがとうございます。設営が終わりました。恒例の三ツ矢サイダーいただきます。寒いなぁ。寒い時まで俺三ツ矢サイダー飲まんとダメかな。じゃあ乾杯。おー、うまい。もうなんかサーカスまた再販すると書いてますね。なんかまだ出たみたい。うん、なんか、うん、俺がワイルドワンで聞いたのはもう来年までサーカス入らんって聞いたんやけど。DOD とかもっとやばいじゃん。うん、DOD やばいっすね。新品のテントが入るのが2023年の夏とか書いてます。やば。あれでしょ、コロナの影響でサプライチェーンがもうガチャガチャになる。ああ、まあそれみたいですね。結局、半導体系のやつ全部ダメですもんね。そうそう、車もそうやもんね。ああ。やっと AU になった。あ、営業にしたんですか。やっぱキャンプ場の電波がむちゃくちゃいい。へぇ、 AU キャンプ、全国のキャンプ場になんか電波立ててるんだ。電波塔っていうかなんか立ててる。あ、そうですか。いいなトンビ。それくれるんでしたっけ。あ、これですか。じゃあ残りさんのあれで交換。いいですよ、あれでよければ。交換。いやマジでいいわこれ。あったかいんですよ。火が流れることないでしょ。あ、ないですね。結構強風の海のとこで一回やったんですけど、それでもなんとか抜け出すもん。
あら、今日は猫は飼ってないんですか。今日は猫は、はい、置いてきました。熊本に置いてきました。猫。いやー、このキャンプ場が無料じゃなくなるらしいんで、名残惜しんで今日はキャンプをしております。リアル熊五郎がいます。何をしてるんでしょうか、リアル熊五郎。炊事場のすぐ横に張ってます。硬っ。それ佐藤さんとこっすか。佐藤さん、硬えわ。全然割れる気せん。硬っ。それめっちゃ硬そうっすね。でしょうね。いや、ああもう抜けん。よいしょよいしょ。よいしょ。ああ来た、だいぶ来たな。青さあ、うん、上から行った方がいいかもしれない。せいせいあ、上から行った方がやっぱいいわ。発汗さえのいいさ。いや、ちょっとこっちもいいけど、パッカーの方が早いね。よし、いや、うん、小路さんが間近でしょ。硬い。せいやーさ、よし、せいやー、よっしゃー、あ、早い。せいやー、キャンパーだ。せいやー。ランタン壊れそうやった。危な、危ない。セイヤーって言ったらパワーが違うんかな。声出したがいいんすかね。セイヤー、よっしゃ。あ、疲れた。疲れますね。セイヤー、おお、セイヤーパワーすごいな。これはもう焚き火が命だけん、今日は命に関わる。今日も暖房器具焚き火のみです。うん。
この前、くすの森行った時に、はい、薪ストーブが3針ぐらい折ったんですよ。へぇ。そしたら夜中、はい、一酸化炭素結果がバリナリ響いて、怖あ、薪ストも結構鳴るんすか、やっぱ薪ストの方が鳴るっすね。あ、そうなんすね。あ、知らんかった。なんか薪ストでもなんかあの、そういうことが一酸化炭素のあの危険は石油ストーブより低いと言われてますが、いや、あいつエセやけエセなんすか、エセあいつエセ、あいつエセっすね。絶対薪ストーブの方が危ないっす。マジっすか。あ、不完全燃焼とかっすね。煙が漏れたりとか。薪ストーブずーっとあの炎の状態見よかんと、すぐ不完全燃焼になるけんす。へ、あ、そっか、消えてるですね、うんうん。絶対石油ストーブの方が安全っす。へ、石油ストーブだって安全装置ついとき、あの最悪バチン消える。消えるでしょ。じゃあ、ちょ、小地さん、あの、薪スト使ってるやつ聞けっていう動画作ってください。聞け、うん、聞け。何が石油ストーブより安全かって言う、ん、よくいるあのちょっとうざいコメントのやつみたいに、動画を配信するものとしての自覚が足りてるんでしょうかみたいな。そういうやつ俺。そういうやつ俺。俺そういうやつ。あなたにも責任はありますよ。そうそうそう。よし、寒い、焚き火つけます。次の葉、頑張れ。これ、ちょっと灯油を拭いたウェットティッシュ、灯油燃やします。やっぱ杉の葉すげえな。拾ってきてる。買ってきたんすか。売ってなかったっすね。あ、売ってなかったっすか。いや、ま、その薪販売で書いてあるのがわからなかった。あ、なんかあの受付の紙のところに貼ってあったんですよ。あ、中入ったとこ。はい。あ、中に。はい。あら、いやー、マジすげえな、杉の葉。あー、やっぱ湿っとるな、めちゃくちゃ。びっちゃびちゃやな。びちゃびちゃですか。はい、ちょっとまともなやつは入れんと、これは火が引いちゃいますね。びちゃびちゃっすね。まだ5時なんですけど、もう焚き火始めたんで、今日指宿で買ってきたソーセージ焼きたいと思います。ニュールンベルガー、ニュールンベルガー、美味しそう。こんな本格的なソーセージ初めて買った。あ、手作りみたいなやつですか。うん、後で1本ずつあげますね。あ、いいよ、いいよ。あー楽しい。これが一泊で終わりっていうのかな。まあでも、まあ旅の思い出って感じかな。あ、まあまあ画角はなんとかな。うまそう。いただきます。うまバリうま、バリうま。すごい。いや、そんなハム屋さんがあるの知らんかったですね。イブスキ知らんすか。いや、知らんね、初めて。知らんかった。ちょっと明日行ってみてください。マジで、ちょっと明日温泉帰りに行ってみよう。うまっ。かー、でもこんな手作りのいいやつ食ったらしゃべってなんかへーですね。普通の食べれなくなりますよね。確かに。そう、僕も本当は
小路さんにあの A5 ランクの佐賀牛を買ってこようってしたんですよ。やけどやっぱほらこだわりがあるからですね小路さんの。いやこのくださいよ欲しい。いや俺はこの油は好かんとかなったらいかん、ね、いやそんなこと言わんすよ。いややっぱほらあの体鍛えてあるんで肉の質にもやっぱこだわりがあると思うんですよ。だけど俺もう手に取ったんですよ8000円ぐらいのやつ、うん、でやめたんですよ。小路さんもやっぱもうちょっと付き合いが長くならんと。いや俺だって吉牛も美味しいと思う。マジっすか、ね、全然本当っすか。いやなんかこういろいろこだわってあるんじゃないかと思って。いやいやそんなこれそんなエンゲル係数高くないっすよ。どうですかこれ口これは食っちゃいかんやつやとかあったらいかんなと思って。ないです。ないですか。ビールいただきます。プレモル今日はこれなんだ醸造家の贈り物これいただきます。じゃあ皆さんお疲れ様です。あ、お疲れ様です。あーソーセージとビール最高やな。ソーセージこれちょっと分けます。え、いやいやいや小路さんいいっすよそんな。さあ小路さんからですねこれですよ手作りソーセージいただいたんで俺が手作りしたみたいなこれあの今日小路さんが家で作ってきたソーセージいきなり暗くなってきたなぁ。そうですね、なってきましたね。わ、月がめっちゃ出とる。あ、月大して興味なさそうでいいんじゃん。全く僕に見えんすよね。はい。なんか、ボリューム上げとったよね。そうですね、ラジオの音がどんどんでかくなると。うん。うまっ。今日は大丈夫ですよ、だって。今日は。久しぶりにこんな、声を声量を気にせずに喋れる。あそう、それがあるからですね。これ一人でやったってやっぱちょっと小声になりますもんね、やっぱ。でも別にそこまで人に迷惑かけたわけじゃないんですけどね。そうそうそう。二人で来とっても喋るわけないですね。うん、それぐらいのボリュームで。はい、じゃあ次はボイルのソーセージ食べたいと思います。よし、なんか割り箸とか入ってますか。全然、もう更新しませんって言うんで。いやでもね、一応俺的には責任重大やけどさ2年生1人の人が来なかった場合とかはそう、まあ、今の実情もう来年は俺は80泊を目指すよ。なんかコラボキャンプなのにコラボ動画納豆かな。あんまり会話がない気がするけど割と夜ですかね、みんなそれぞれ。そうですね、飯が終わったぐらいからかな。そうですね。さあ、ボイルのソーセージが出来上がりました。今日もモンベルの箸いただきます。よし、熱っ。うわ、これどれから食おう。これなんかな、どれがどれか分からんけど食べてみます。はい、おいしい。めちゃくちゃおいしい。いや、小路さん、そこはバリウマでお願いします。え、小路さん、あれですね。はい、おいしい。最近の推しは、はい、おいしい。はい、おいしい。これ、バリうまい、マジで。チョリソーか、これ。うまっ。じゃあ、今度行ってみよう、そこ。
富士山本当に何でも知っとうっすもんね、美味しいところが。何でも知らんよ。富士山いただきます。はい。お、はい、美味しい。あら、美味しい。美味しいの。これマジでうまい。星綺麗。あれですね、香辛料効いてる系ですね。そうそうそう。あ、うまいっすね。うん。大人の味ですね。いや、これうめえわ。これちょっと俺、焼いて食ってみたいな。まあ、ハーブが効いてうまい。うまい、めちゃくちゃうまい。うまっ。静かやん、ここ。ああ、うまいなあ。暑っ。いや、冬キャンプはいいっすね、これはやっぱ。ハゲキャンプ？ハゲキャンプ、ハゲキャンプ。なんて言いました？なんつった今。冬キャンプ。あ、冬キャンプ。ハゲキャンプ。ハゲキャンプ。ハゲキャンプ。別に。まだなんとか踏ん張っております。ハゲキャンプはいいねでしょ。そんなこと言う人おらんでしょ。ハゲキャンプはいいね。あ、これ野菜ソーセージだ。うまっ。これうまい。うまっ。これマスタードが欲しいなと思ったけど、このまんまがうまい、ちょっと明日買って帰ってくださいよ、はい、え、近くっすか？めちゃ近いです。めちゃ近い。山彦の湯の近く。ああ、風呂入って帰りに買って帰ろう。なかなか手作りのソーセージって買うとこないですもんね、うん、うまっ。彼女に土産で買って帰る。ああ、喜ぶと思う。ああ、すね。でかっ。ばうまっ。うん、ここめちゃくちゃうめえやん。楽しいっすね。はい、めっちゃ楽しいです。来年はもう、まあ最低月1ぐらいやりたいっすね。うん、ですね。俺、あそこ行きたいんですよ、キャンプウッズ。あー、どこですか、それ。湯布院の。行ってみましょうよ。ちょっと今年新しくできたとこっすね。冬に。マジで美味しい、これ。うん、うまっ。はい、キャンプ場に帰ってきました。今日はですね、熊本っていうことなんですけども、博多水炊きを楽しんでいきたいと思います。おっす。めっちゃ似とわ。あ、美味しいっすね。ちょっと北海道風おでんいただきます。博多弁いいんすね。欲しいっすね。博多弁の女の子が可愛いっていうのは聞くけど、あ、このおっさんの博多弁はいいんすか。なんかそうみたいですね。北海道おでんはですね、なんか粒貝が入ってますね。はぁ、竹。あ、どうぞ。ああ、ごめんね。いや、うん、俺はもう全然、話を最中に何か入っても全然大丈夫だけど、飲み物一口飲んだ瞬間に話しかけられたらちょっと辛い時あるから。ああ、うまいっすねーって言おうところで、こう、って言われたらちょっと。はい、じゃあおでんいただきます。焼きちくわ。はい、おいしい。ああ、この北海道でうまい。全然違うね、やっぱ九州と。僕が違うんですか。
味が違う。小路さんもおでん。え、小路さんおでん食ってる。おいや、僕もおでん。もうただもう粒貝が入ってるんですよね。粒貝、おでんの具で。うん。珍しいですね。じゃないですね、そんな。粒貝いただきます。今粒貝食ってうまいって言おうとしたら箸が引っ込んだ。マジ引っ込むんすよこれ。それ使ってる人みんななってるでしょうね。なってると思いますよ。あ、昆布うめ、北海道やっぱ昆布うめ。ホッケ入り揚げ団子、これか。ホッケ入りあご団子、あ、ホッケ入り揚げ団子。わあ、うまい。本当やん、ホッケの味がする。うまい。いやー、もうちょっと腹いっぱいだな。これがですね、氷点下のキャンプのこれが寒さ対策です。桃をあげましょう、桃を。ただいま、ゼロの血の巡りがいい気がする。ちゃんとスクワット。健康キャンパー、気持ち悪いおじさんの集まりになってます。健康キャンパー、あ、いいね。ラジオ体操大事。今日は双子座の流星群が東の空に見えるって言われてるんですけど、前澤さんが政府利用かもしれない。前澤さん今宇宙におるんですかね。前澤さん宇宙におる。宇宙から来ちゃったんですけど、前澤さんここおはようございます。朝を迎えました。昨日はね、第2回のコラボキャンプということでキャンプ男さんと溝さんとキャンプをしました。やっぱね、あの気が合う人とキャンプするのめちゃくちゃ楽しいですね。あの昨日も楽しかったんで動画をあんまり撮れてないかもしれません。動画を撮るのを忘れてずっと喋ったりしてたんで、来年はね、あの月に1回この3人のコラボキャンプやっていきたいなと思ってます。でこの北山キャンプ場はですね、年内で一旦閉鎖になってがっつり改装するみたいですね。無料のキャンプ場でいいキャンプ場だったんですけど、まあ、改装したら有料になるかもしれませんね。まあでも新しくなる北山キャンプ場も楽しみです。ちょっとね寒いんでですね、今日もまた早めに撤収して帰ろうかなと思ってます。まだね2人はねちょっと寝てそうなんで、ちょっと離れたとこから撮ってますけど、では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。